どうも、木俣俊太です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は、見る人を本当に引きつける芝居とは、〇〇の芝居を身につけて役者として飛躍しようというテーマでお送りしたいと思います。僕は以前芸能事務所でマネージャーをしていたことがあって、今回の動画でもその頃の経験から皆さんにお伝えしたいことをシェアさせていただけたらと思います。芸能界の様々な情報を動画にしておりますので、ぜひチャンネル登録もしていただけたら幸いです。はい、というわけで今回は、見る人を本当に引きつける芝居とは、〇〇の芝居を身につけて役者として飛躍しようというテーマでお話しさせていただけたらと思います。〇〇ってなんやねんって話なので、早速お伝えすると、それは引きの芝居ですね。これは説明するのが難しいんですけど、どうしてもお芝居始めたての頃は、怒る芝居の時は怒ろうとして、泣きの芝居の時は一生懸命泣こうとしてしまうもので、まあそれは当然といえば当然なんですけど、人ってそもそも我慢しようとする生き物で、例えば涙流す時とかって泣こう泣こうと思って涙流してるわけじゃないじゃないですか。まあ、涙を流すことにしてもですね、我慢しようとするんだけど、それでも流れてきてしまうのが本当の涙だと思うし、そういうお芝居の方が伝わるものになったりするものです。俳優の竹野内豊さんは、涙を流すシーンでは泣こうと思うんじゃなくて、泣かないぞと思っていると自然と涙が溢れてくると、以前インタビューでお話しされてました。表現しないことによって逆に結果的に表現されるものって言いますか、とても難しい話で、詳しくはこのサムネイルの動画でお話ししているので、よかったらそちらご覧いただけたらと思うんですけど、これは泣きの芝居に限らずですけど、泣きの芝居の時に泣こう泣こうとしてしまったり、嬉しさを表す芝居の時に一生懸命喜ぼうとしてしまったりとかすると、残念ながら見てる側はちょっと引いちゃったりすることもあります。ただまあこれはジャンルにもよる話でして、もしコメディであれば、そのオーバーな感じが逆にいいということもあって、なんならね、嘘泣きみたいなものも時としてそのシーンを面白くしたりっていうことはあると思うんですが、リアリティ重視の作品でそれをやってしまうと一気に冷めてしまうもので、そこはお気をつけください。これは映像か舞台かによっても違ってきますけど、要は調整することが大事ということですね。人の感情って、グラデーションがあるもので、悲しいという一つの感情にもいろんなバリエーションがあるものです。正解は一つではないので、このあたりはいろんなジャンルの作品に参加してみたりとか、映像だけじゃなくて舞台も経験してみたりとかして、そこの調整能力をぜひ養ってもらえたらと思います。ちょっと話だいぶそれちゃったんですけど、引きの芝居の話に戻りまして、これは感情に限った話じゃなくて、演技プラン的なところでも引きの概念は大事かもしれません。例を出せたらと思うんですけど、佐藤浩市さん主演の64という映画で、佐藤さん演じる警察の広報官と大勢の記者が口論するシーンがあるんですけど、カット大まかに言うと、佐藤さん側からのアングルと記者たち側からのアングルでシーン進んでいくんですけど、もし自分が記者側の役者だとして、少しでも絵に映ろうと思ったらですよ、おそらく大抵はその集団の前の方前の方にポジション取ろうとすると思うんですよね。だってその方が記者側のカットの時に表情が映るから。でもこれは意図的にそうしてたかは分かりませんけど、例えば俳優の宇野昌平さんなどはですね、前へ前へ接近していってる記者とは逆に、人口密度薄くなった後ろの方にいらっしゃったんですよね。でもそれが結果的に抜きのカットでほぼピンで映るカットとかあったりして、絵に映ろうとされてたかもしれない方より、結果いい意味で目立ってたっていう印象になってたんですよね。すいません、僕もちょっとうろ覚えで話してしまってるところも少しありまして、しかも実際どういう心持ちでね、演じられてたかは本人たちしかわからないことですし、もしかしたら意図的じゃないかもしれませんけど、実際出来上がった映像を見ると、本来と逆の印象を受けるっていうこと、結構少なくないと思います。だから要はですね、演技プランにしても、一番最初に頭に浮かんだプランを即実行に移すんじゃなくて、何か別の、なんなら逆のプランっていうのも案外成立するんじゃないかって、検討してみる価値は全然あると思います。それが結果的にいい意味で爪痕を残せるということにもなるかもしれません。ただ一つ注意点としては、あくまでシーンを良くするためにっていうことを考えるべきで、自分が目立つにはどうするかっていうのが第一優先になっちゃうのはダメです。やっぱり出るからには映りたいから、そういう気持ち先行しちゃうのもすっごくわかるんですけど、そういうエゴはね、監督見透かしちゃいますので、そういう気持ちはぐっとこらえて、あくまでシーンが良くなるにはっていう意識を忘れないようにしましょう。俳優の鈴木亮平さんはあるインタビューで、相手役の芝居を生かすために、時に自分は引くようにして
場合によっては自ら画角から外れることもあると、まあ、でもそういうあくまで作品至上主義というか引きの姿勢を取るようになってから逆に監督からの評価も上がったと、そういうお話をされていて非常に考えさせられましたね。だからいろんな視点を持つことが大事だと思います。そもそも役者は自分じゃない誰か他の人のことを演じる存在なわけで、他人について思いを馳せる仕事なので、自分だけの考えに縛られないようにすべきというか、まあ、例えば普段の生活の中でもですね、まあ、この人とは馬が合わないし関わらないでおこうとすぐ遠ざけるんじゃなくて、何考えてるかわかんねえわと切り捨てるんじゃなくて、ああこういう人もいるんだなと、そういうふうに考える人もいるんだなと、今後の役作りに生かす一つの材料としてですね、あえて関わってみるとか話してみるっていうことが自分という役者の引き出しの多さだったりとか芝居の豊かさにつながっていくんだと思います。ぜひ皆さんもそんな逆転の発想を養ってみてください。きっとあなたは役者としてだけじゃなくて人間として大きく成長できるはずです。というわけで今回はこの辺にしようと思います。これを見てくださっている皆さんが役者としてさらに活躍していってもらえることを祈ってます。これからも皆さんに役立つような芸能の情報を発信していけたらと思いますので、もしこういった情報に興味があるよという方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックもよろしくお願いします。こういったことが知りたいということがあればそれについての動画も作れたらと思うので、コメント欄にご記入いただけたらと思います。またこのチャンネルのメンバーになってくださった方には月に 2,3 本の映画の脚本配布や毎月違う映画監督を講師にお招きして行っているメンバーの方限定の演技ワークショップの実施、映像資料の作成のお手伝いなど様々なサポートをしておりますので、そちらもご興味あればぜひ概要欄のトップの URL からお入りください。動画を最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。